河津町の河津バガテル公園では、秋バラが咲き始め、来園者の目を楽しませています。園内に1100品種、6000株のバラが植えられているこちらの施設では、およそ8割の品種が春と秋に花をつけます。秋の日差しが眩しい園内では、淡い朱色が鮮やかな一江咲きのサラバンデや、ピンクと黄色のコントラストが愛らしいクロードモネ、 花を咲かせる季節が終わり、実をつけた。ローズヒップも見学でき、春とは違う装いが楽しめます。今年の秋バラは夏の猛暑の影響などで例年より10日ほど遅れていますが、11月中旬頃まで楽しめるということです。